時は人生なりということで、本日の定義は、定義はね、時間をちょっと、俺は今日は何も考えてへんじゃ、いつも何も考えてへんとか、そういうどうでもいいことをちょっと言うんだけども、今日ちょっと思ったのが、時間のベクトルについて、俺は今ちょっと言及したいのは、昨日、編集、毎日ね、これ喋ったことはその日に編集して、明日の、翌日の、前まではね、20時、ね、8時にね、リマインダーセットしてたんですけども、今はちょっとね、もっと早いこと19時に、なるべく極力ちょっとね、毎日上げるようにね、切磋琢磨してるんですけども、今は19時、7時にね、リマインダーセットしてるんですけども、昨日は、ちょっとね、オートレジェンド、オートトレンド、ね、ハロースペシャルさんの打ち出すヤンキー特攻ウサギちゃんのね、ことを喋って、編集してたんですけども、ちょっとね、昔の写真とかね、ヤコシジさんとか、菊永さんとかの写真を引っ張り出すのに、なかなかね、進まへんのと、やっぱりね、パソコンの、アップデートと、もう一個、ちょっとね、ある有料ソフトの、アップデート、二つ重なったから、それもかなりちょっとね、時間が要したから、なかなかできひんかってね。で、自分の場合は、翌日の、インスタ、フェイスブック、LINE のね、投稿の、下書きをするので、それもね、今日はちょっとね、共有、ガレージスピンさんのね、和井さん、共有ね、もう28年の付き合いある共有の写真もちょっとね、引っ張り出すのとかね、昔、2019年にね、投稿した引用もちょっとね、引き出すのにもね、かなりの時間かかって、これやばいわ、だからちょっと編集を途中でやめて、ね、ちょっとね、ストックしておいた、リオのね、リバのね、配信を今日、今これ流してる時はちょっと翌日なんだけども、配信をちょっとするんだけども、時間なんですよ、時間。時間っていうのは、24時間365日、ね、人間に与えられた時間っていうのはみんな平等ですわ。誰々がね、25時間あるとか、ね、誰々が23時間しかないとかいうのはありえませんわ。うん。ね、人は絶対に死にます。絶対という以外は人は死ぬっていう、絶対という以外に使わへんぐらいに、絶対的に24時間っていうのは、ね、プラスマイナスありません。ただ、24時間のうちに、どんだけ起きるか、どんだけ寝るかっていうのは、その人、ね、それぞれの個別によって、千差万別、ね、人それぞれ違いますけども、俺の場合は27時間ぐらい生きてるかなっていうぐらいだね。なんでかって言ったら、ね、睡眠時間を削ってる。で、なるべくなら、24時間、ね、15時間ぐらいは仕事に取られますわ。だから、残りのね、7時間、6時間ぐらいは、自分のね、好きな時間に費やしてるんですけども、ただね、27時間っていうのは、睡眠時間を削ってます。削ってるから、27時間になるだけで、24時間って判断が、24時間っていうのは、一緒ですわ。ただそれ睡眠時間を削るっていうか、必然的に削られてんだけどね。でもそれは、削ってるんじゃなくて、研磨してんだよね。切磋琢磨。研磨してるからこそ、自分のためやもんね。自分のため。でもみんなは寝てくださいね。寝なければ、細胞が活性化されへんので、老けますわ。老ける。俺は、老けへんのは、これはね、特別ですわ、特別。うん。特別ね。そうやね。特別やね。それはちょっとね、まだ引き出しを開けられへんけど、不老不死の薬を飲んでるか。それは飲んでない。俺は、ヒロワキという、ドラッグを言ってます。ノーリターン、ノーリスク、ね、ノーマネーっていう、定義のもと、セオリーね。セオリーのもと、俺を打ち出したヒロリキンですわ。ヒロリキンをみんなに浸透させて、マインドコントロールして、するので、僕の言葉をみんな、
依存してください。で、SNS とか違うこととかね、これを買ったら儲けますとか、スマホ1台で儲けます。ね、何々したらお金がチャレンジに入ってきますっていう言葉っていうのは、あれは頭の弱い人と、ね、頭の弱い人が信じてやることですわ。ね、お金なんかいりません、俺のね、言葉は。皆さん、俺の言葉は無料でレクチャーいたしますので、みんな俺の言葉に依存して、俺に依存して、うん、無料、全部無料でする、俺は。個別売りしても無料でする。うん。俺は、あなたたちが皆様が見てくださってるね、ポチッと一回ね、押してくださることにおいて、意義を見出してます。だからありがとうございます。で、話に戻りますけども、時間ね、24時間365日。ね。だから27時間368日ぐらい生きてるのかな、要は。わからん。400日ぐらい生きてるのか、それぐらいの気分ですけども。ただね、皆さんよりも、俺12年、ね、12年、一重、一回り、ね、ねえ、牛とら、うたつみ、うま、羊、猿、鳥、犬、いい、ね、人よりも遅れてます、俺12年間ね。実社会にいません、12年間。だから、その分ね、急いでるし、ね、誰よりも俺は早く走ってます。みんな追いつけへんって言うねんけども、追いつかせへん。追いつかせへん。うん。なんでか言うたら、時間大事やもん、やっぱりね。今ね、俺ね、やっぱり独身、バツイチですよ。バツイチで、子供も4人います。ね。でも、俺は生き急いでるのは、やっぱりね、子供たちがね、いつでも、あのさん、ほんまにお父でよかったわ、いうぐらいのね、誇りになって、くれとるし。うん。そうやんか。誇りになってくれてるから、な。まだまだ走り続けるのと、己の人生、ね、お父ちゃん、お母ちゃんから、ね、いただいた己の人生を、邁進すんのと、一生懸命ね、うん。一生懸命、邁進すんのと、ね、うんのばっかり見ないで、邁進すんので、一生懸命生きるのは当たり前ですけども、がむしゃら。がむしゃらっていう言葉を皆さん覚えてくださいね、がむしゃら。うん。に、生きな、やっぱりね、人生無駄ですし、で、時間っていうのは、時間を味方にする男なのか、時間を敵にする男なのか。うん。それは、正解不正解はありませんけども、俺はそれは正解不正解って言います。なんでか言うたら、時間にとらわれてるやつっていうのは、ね、周りの人っていうのは、その人に対しては、多分、いい感情は抱いてないんですわ。なんでかって言ったら、せかせかしたりとか、ね、慌ただしくしてる。あ、下手したら、こいつ焦っとんなって思われたら嫌やからね。うん。俺は、焦ることはそうそうないわ。うん。焦ることって言ったら、もう編集間に合わへんかって、で、時間が押して、エロ動画見なければならないんだけどね、俺ね。エロ動画を見て、シコシコできないことに焦るっていうのはありますよ。そら。いやー、うん、エロ動画見てシコシコして、それぐらいかな俺人生焦んの、うん、クーラー業者とかね、ゴミ出しに来た奥様がとか、うわ、女子高生更衣室でとかね、うん、家庭教師っていうのはね好きですよ、やっぱり。で、そのね、時間を味方につけるっていうやつしか俺は信頼できへんし、ビジネスの上でも一緒に仕事しようかっていうのになりませんね、やっぱり。時間っていうのはほんまに自分自身、己自身で、生殺というやつね、ね、の主導権、イニシアチブを握ってるんですよ、時間っていうのは。なんでかって言ったら、寝る時間も起きる時間も、すべて自分の、日にちの方間違えまして申し訳ございませんでした。ミニーちゃんなってる？日にちの方間違えまして申し訳ございませんでした。ミニーちゃんなってる？ピンポン。ピンポン言うた？ピンポン言うた？ピンポン言うた？バンピーボーイ、お前ほんまことせんといな。
行動が次の日に現れるから、前の日っていうのはこれね、次の日のためのストックやと思うんですよ。で、寝る前に携帯っていうのもあまり開けませんよ。寝る前に携帯見るのはやっぱりね、ブルーミューが出てますんで、脳内に刺激を与えてるから、寝る前にコーヒー飲むのと一緒ですわ。カフェインを飲むのと一緒ですわ。だから、寝る前の2時間とか言うてるけども、それはまあ実質無理やろうけども、まあ30分最低でもね、30分前はもう寝る前は見ないようにしてください。そうなんじゃないと、この時間ね、たとえ10分であろうが5分であろうが、ね、前日に、シェイクフィップやな。で、前の日に見た、携帯見た10分間っていうのは、翌日に死ぬほど寝たかった10分なんですよ。死ぬほど寝たかった5分なんですよ。だから、その5分、10分、30分っていうのは前の日にな、翌日のためのね、ストックと思ってください。ほんまに。そのための余力ですわ。余力を先に使ってる思ってください。前の日っていうのはね。うん。俺も己で言うて自分に言い聞かせないけども、朝起きたほんま眠たいですわ。むっちゃね。俺も編集ばっかりやから。でもね、次の日のね、余力と思ってください。余力。うん。と思いますよ、俺は。うん。お酒もそうやしね。うん。前の日っていうのは、ほんまに次の日の、前の日っていうのは、ね、寝てもリセットっていうのはほぼほぼできる、ほぼほぼできませんわ。半リセットですね。うん。だから、時間は、ほんまに大事ですよ。刻一刻の刻ね。時刻の刻。刻一刻と、やっぱね、時間が過ぎるんじゃないんですよ。死ぬ、周期が早まると思ってください。うん。ね。大事じゃん。で、あとね、忙しく動くやつね。忙しい。忙しいと書いて、心をなくすって書くんですよ。うん。忙しいね。承認面か。あ、承認面か立身面。じゃあ、どっちかちょっとね、もう昔の汎用句の、あれはちょっとわからない。立身面か承認面ね。に、なくす。なくす。人がなくなるのなくね。忙しい。ね。忙しいと書いて、人をなくす。で、じゃ、人をなくすと書いて、忙しいって書きます。うん。そこを、ね、しなければ、人をなくしますね。忙しい、慌ただしくしてるとね。うん。余裕しゃくしゃくと生きる。余裕しゃくしゃくとしたら周りも、ね、余裕になってくるし。辛かってもいいんですよ。しんどかってもいいんですよ。ただ、ね、辛いっていう言葉に、一つ一本、ボーンって、ね、一分間でもいいから、自分ね、辛い言葉に、一分間、もしくは一つ自分に言い聞かせてください。ほんなら、辛いから、ね、一文字一本ね、物を入れたら、辛いから幸せになります。うん。ね。そこなんですよ。俺ね、ほんまにゴルゴさんみたいになんかむっちゃいいことか言うてるね、心とかね。うん。で、これ俺は受け売りとかするのちゃいますよ。俺は言葉とか漢字とか好きやから、いろんな意味でね、見っけただけで。うん。このね、俺いつもね、このコーラ。これ見えますか？コーラ、これね、超ハードグミ、ね、噛んでリリース、イライラリリース、コーラアップザハード、ね、コラーゲンが、11,900mg 入ってます。俺これ毎日ね、最近やばいの、2個食うたり3個食ったりしてね、3袋とか2袋ね、うん、グミの中にいっぱい入ってるけど、あかんね、これもうハマってますね。俺ちょっと箱買いしようかな思うぐらい。このグミですよ。グミは、ここのね、顎関節とかね、筋肉とかを、程よくね、アプローチしてくれますのと、そんなにね、糖質はレゼロって書いてあるやつだけども、ちょっとは入ってるけどね、他のものよりもいいですわ。ただ、ね、糖質ダイエットとかね、食べへんダイエットってやってらっしゃるやるけども、なるべくは食べてください。甘いもん食べてください。そうじゃないと、ね、痩せるためのパワーがなくなってしまいます。難しい言葉とかいろんなのね、YouTube の人が歌ってるからそっち見てもらっていいですけども、ただ、食べて飲んでね、ストレスなくしてください。ストレスが一番人間悪いんですよ。ね、ストレスがあるから余裕がなくなる。余裕がなくなるから、焦る。焦るからまだ人は寝ない。ね、全てが直結するんですよ。余裕のある男。俺は、
で、時間はやっぱり、有効活用したいから、なるべくなら12時までに寝ようとしてます。昨日もちょっとね、10分、15分ちょっとね、オーバーしてしまいましたけども、かまへん。それは、絶対に自分で決めてるじゃなくて、自分の中のルールであって、まあ、行っても30分、12時半ぐらいまで寝たらええっていうね、ルールね、遊び誤差、ね、あるんですよ。でも絶対に守らなあかんっていうのはやっぱね、潔癖とかもありますけども、ね、お風呂も入らんとベッドに入るっていうのは絶対ないしね、神聖な場所は絶対お風呂入ってからやけども、うん。まあね、自分の中でのルールっていうのはやっぱ人間決めた方がいいですわ。うん。そのルールに守ったら、自分にね、ご褒美与えたらいいし、ね、守れへんかっても、ね、悪意があるか悪意がないのか、ね、善意か悪意かっていうのも自分で決めたらいいことですね。でもただそのね、自分でね、決めすぎてしんどくなってもね、ストレス溜まる子が一番増えるからね、ストレスがなくなったら余裕がなくなる。余裕がなくなってきたら、人に悪影響を与える。うん。だから、よく寝てください。もう一回言うけどね、よく寝て、次の日に備えてください。次の日、ね、昨日何々した時間は、今日死ぬほど、ね、寝たかった時間になりますので、俺は、ほんまに、まだまだ無料で、ええことを言います。心に残る言葉を言います。まさかの展開ね。まさかの人物がまさかの言葉を言います。うん。まさか。ね。あともう一個そのまさかで思いましたけど、人生っていうのは、ね。これね。まあ、80年時代、今100年時代、90年時代ね。3万日、3500日。え ?3 万5000日かっていうのはね、あれやけど、まあええや、90として3000、まあ、3万2000日3000日生きてたらいいかな。でもええやん。まあ今、いや、まあ約アベレージね。3万日生きる中でして、ね、人生っていうのは、ね、上り坂、ね、下り坂っていうのはありますわ。ね、ね、上ったり下ったりね、ありますわ。上り坂と下り坂ね。うん。でもね、人生ね、これまた平等にみんなあるんですよ。登ったりね、下ったり。これもみんな平等ですわ。男前でもね、男でも、ね、どんな人間でも、ね、上がり下がりありますし、うん、ただ、もう一個の坂があるんですよ。もう一個の坂、人間ってね。うん、何かわかりますか？はい、考えてください。つーっと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 はい。そのね、答えっていうのは、人生ね、上り坂、下り坂があって、人生そうなんですよ。まさかっていうのがあるんですよ。うん、まさか。はい、ここ来た。うわっ！まさか。うん。そうなんですよ。上り坂、下り坂、で、まさかっていうのがあるんですよ。これね、言われてたは、小泉首相違ったかな？うん。が、唱えられたこと、うん、やったと思うんかな。小泉さん、これちょっとね、性格じゃないんで、もし、相違してたら、すいませんでした。ごめん、ちゃいちゃい、見てちゃいちゃい。合わせてちゃいちゃい、見てちゃいちゃい。ね、ごめん、ちゃい。まさかとかあるんですよ。うん。人生、ね、まさか、イレギュラーバウンド、ね、想定外っていうのがあるんですよ。だから、それに備えて、皆様は、ね、地震、雷、火事、親父っていうのもありませんか？ね。災害っていうのもあるから、まさかがあるんですよ。まさか、ほんまに。っていうのがあるから、それに備えて、いかに、ね、余裕を持つか、ビビらないか。ね。余裕のある男は持てますよ。ほんまに持てます。うん、余裕のある男。俺って、自分で言わならね、誰も言ってくれへんからやけども、ほんまに余裕100万円しか僕は、貯金がありません。いや、ないかもしれんで。いや、あるかも、いや、ないかもしれんけども、3万円しかないです。それでも、俺は生きてるんですよ。一日一日ね。お仕事して。で、こうやって喋って、ね。バズってないのに毎日毎日喋って、ね。いつかバズることじゃなくて、俺は、ね、生きた証、この世に生きた証、ね。俺がいたでって。うん。これが、このね、デジタルタツー中で、俺が言ったこと、喋ったことっていうのは、バンされへん限りは、10年後、20年後、30年後、ね、Google 社、YouTube が、閉鎖されへん限り、俺の言葉っていうのはずーっと一生残っていきますわ。ただ、その時に、ね、見ていただいて、誰かにね、皆様にね、登録者様に見ていただいて、何か活力源、バイタリティになれば、俺は嬉しいし、次の、ね、輪廻転生、人生でも俺は喋り続けます。うん。ナルシストっていうのもさらにね、強敵になってね、強靭になって、
ストロングアーになって帰ってきますので、今日もありがとうございました。はい、チャラ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 っていうわけのまさかの展開でね、まさかチャラいと思ってても全然チャラくない、キリッとした男なんですよ。で、ありがとうございました。